北部小規校北畑友田学校浪岡北畑市の第7代の、当主ということなんですね。第7代、先ほど戦国時代からと言いましたけど、まあ、大体はっきりしない部分もあるんですけども、まずはあの北畑市のですね、その出自についてはですね、ちょっと別なことで形で話してますので、そちらをご覧ください。第7代当主ということでですね、まあ、ある意味全盛期を築いた方と言ってもいいんじゃないでしょうかね。北畑浪岡市の場合はですね、まあ、浪岡と名乗っていたようですけど、在地の名前でですね、隣に浪岡川と流れてて、ここが浪岡城主と、ただの、武将武家ではないんですよね。北畑伊勢の北畑、北畑地下房郷の流れを組む、公家武将、公家大名とも言えるような方でですね、まあ、戦国大名化してるといえばそうなんですけども、こちらにまあ土着してですね、かなり長いですし、まあ、大体約100年ちょっとぐらいでしょうかね、まあ、100年としてもですね、この地に君臨して、名族北畑氏の、まあ、血を残したと、最終的には津軽為信に滅ぼされてしまうんですけども、まあ、名門家としてですね、やはり血筋と言いましたけども、北畑氏の後裔だと思いますね。いろんな説があって、津軽地方はですね、まあ、津軽市もそうですけども、その南部市の勢力があったり、その書類というか書物というか古文書というか残ってないものは残ってないんですよ。ですからこの方も生まれもよくはっきりしませんし、亡くなってもですね、北畑氏墓所ってありますけど、結局津軽市に滅ぼされてしまったんで、その北畑氏のものっていうのはあまり残ってないんですよね。つまり大きな菩提寺、津軽市で言えば長照寺さんとか、各州寺さんとか、それ菩提寺もないですし、まあ、あったんでしょうけども、やっぱり津軽市が入ってですね滅ぼされてしまったんで、その北畑氏墓所という場所はあるんですけど、そこがまあ昔寺院だったのかどうか分かりませんけど、もう要するに痕跡を消されてしまってるんですよね。まあ、これは致し方ないことですけども、で第7代ということで、まあ、お生まれがね、そうですね、1400年代後半だと思いますけども、要するに鬼の乱の真っ只中でもないか、まあ、10年以上続いてその後になりますけど、まあ、京都や全国に広がった、戦乱の世に生まれた方ということにはまあ間違いないと。で先ほど北畑氏に間違いないと言ったのは、歴代ですね、この地方と言ったら失礼ですけども、ちょっと考えられない官位を持っていたので、もうこれはですね、一諸王族が持てるような、官職職位というか、官位では官位の位の高さですよね。普通の位ではないですから、左中将とかわけのわからない、多分この辺では聞いたことがない、左中将様って どんな位なんでしょうっていう、全然雲の上のような人の位なわけですよ。そういうのをいただいている以上は、これ勝手に名乗ったわけじゃないですから、ね、任官されている記録があるようですから、まあ、全て残ってるわけじゃないですけど、まあ、いずれにしても、京都やですね、その、まあ、伊勢の北畑氏もそうでしたけど、つながりがあったらしいんですよ。で、つながりがあったというのは、その同じ北畑ということでですね、まあ、室町幕府の時代は、その室町幕府の中にもね、北畑関係の方もやっぱりいましたし、まあ、伊勢の北畑氏は戦国大名化してましたけども、まあ、織田家が入るまでですね、まあ、やっぱり伊勢の国司という、守護じゃないんですよ、国司ですから、全然違うんですよね。他の、その一般の一地方の戦国大名が、名乗れるような官位ではない、名乗るというか いただけるような官位ではないということがまずありますので、まあ、詳細にはついて触れませんけども、まあ、まず北畑氏の後裔であるということは押さえておきたいと。でこちらの地域に入ってですね、やっぱり公家武将って言い方をちょっとしましたけど、まあ、それ正しいか分かりませんよ。公家というやっぱり官位があり、武将として武家としての、まあ、活躍も見られたということでですね、まあ、友田学校に関しては特にこの津軽の、六軍っていうところですか、まあ、ある程度の、まあ、土地の広さをですね確保し、さらに勢力を拡大したというところで、まあ、いわゆる中高の祖と言っていいか分かりませんけども、まあ、この北畑浪岡市歴代の中ではですね、
優れた武将の方に入ると思うんですよ。でこの波岡城がですね、波岡御所っていう形で呼ばれてたみたいですけど、御所様って呼ばれてたんでしょうかね、ちょっと分かりませんけど、北畠家の場合は伊勢も一通り回りましたけど、分家も何々御所って言ってますから、分家も御所かという感じでしたけど、弟とか親族関係、叔父とか、当主のですね関係に近い方は何々御所と、そのお城とかその地名を取ってですね、御所様ですからね、もうかなわないですよね。まあ位は高くても力があったかっていうのは、それは実力の戦国時代ですから分かりませんけど、まあどうでしょう。まあいずれにしても友永公はですね、今行ってきたんですけど、波岡八幡宮ちょっとお祭りやってたんで、ちょっと撮影はしなかったんですけど、そちらにですね、まあその大納言ですよ、大納言の昇進をしたね、まあ要するに祝いとしてですね、拝殿を寄進したという話がありますけども、まあ、他にもですね、菩提寺をやっぱり建ててたっていうのもありますから、まあ、ちょっとその今ね、証拠って言ったらいいんですけど、残ってるものがほとんどないんで、ちょっとそれを証明というか遡ることっていうか想像することすらできないんですけど、さっきもともとのですね、河原の御所っていう、まあ、これも親族の方が入ってるんですけど、そこも御所って呼ばれてたんですよね。それはさっき言った弟とか、兄弟なんですけど、河原御所と、そういう場所が今はもう住宅地になってるんで、やっぱり御所って言っても建物も遺構も何もないんですけども、そういう形でですね、ちょっと身分位がちょっと他の諸豪族と全く違うので、そこは押さえておきながらということで話をしていきたいと。ちなみに先ほどの今津軽市の菩提寺って言いましたけど、長照寺さんも、この方のゆかりの地と、まあ、一応菩提寺としてたようですしね、まあ、関係ある場所ということで、ご紹介しました。ですからあとはその中高の祖と言いましたけど、まあ、どういう戦歴があったとか、詳しい、周りのですね、戦いぶりとか、どんな政治をしてたのかとか、まあ、そういうことについてもですね、また詳しく調べていきたいと思いますね。まあ、いずれにしても大丸はちょっとはっきりしないってさっき言ったんですけど、亡くなってるのは1500後半でしょうかね、1562年とか1559年とか1560年前後に亡くなっているようですよね。ですからまあこういった寺社とか神社仏閣ですよね、そういうものを大事にしてたってことは、そこまで余裕もあったんでしょうし、戦に明け暮れてたらそんなことする暇もないですからね、やっぱり知性というか民生の方にも目が向かないと、まあ、そんなことでは困るわけで、ですからまあ後の世で言えば名君っていうような感じの方だと思うんですけど、まあ何しろね御所様ですから、非常に位の高いという方でですね、ちょっと周りの方もびっくりしちゃう、何なんだろうっていう感じですよね。だから土着してきた豪族っていうのは全国いっぱいいますけども、なかなかこういう位の高い、方たちに会うことっていうのはできませんので、まあ、ある意味生まれながらですよ、跡継ぎの8代の方もそうですけど、生まれてもう成人する前11歳とか12歳とか、かなり若い時代にですね、もうものすごい雲の上のような位をいただいてますんで、まあ、これはまあ京都もしくは天皇家ですよね、にも、もともと北畠家といえばですね、後醍醐帝南朝の要するに天皇家の、政治を助けていたと、そういう公家武将でしたから、当然その後も数代にわたってずっとですねつながりがあったと。伊勢の北畠家なんかも特にそうですけど、まあ、それに ちょっと類似するというか酷似するというか、そういう部分がありますので、もうその辺をちょっと踏まえながらですね、北畠氏、浪岡北畠氏についてはちょっと話をしていきたいなと思っていますね。はい、ちょっと話しておりましたけど、また、北畠友永公、第7代当主のお話でした。